そう、読売ジャイアンツ、ド派手に行く。ファー、大草原、グラスラ、地獄や、たまらねえぜ。グラスラ草、やりすぎだろ。あーもうめちゃくちゃだよ。さすがに草、あ壊れたー。もう終わりだよ。巨人の中継ぎ、行きましたー。これはさすがに草、やははははははは。は、あまりにも長すぎる1イニング。ほんまに打たれるんかい。腹筋があかん。草以外の何者でもない。これが解釈か。これが本当のナイトメア。慈悲なし。草、楽しいね。ファー。オーバーキル、オーバーキルが過ぎる。ド派手に言ったなー。ド派手に言った。さすがに草、めちゃくちゃやん。巨人の野球、面白い。この回に重点取れ。面白すぎるだろこの球団。草、お笑いだろこのチーム。ド派手に言ったな。腹泣きそうな子供の顔やん。腹さん、泣いてて草。腹の悲しげな顔が。生き方が派手すぎる。こりゃお手上げ。弱すぎて笑っちまうぜ。中日が面白いことをしない。巨人が面白いことをする。中日が面白いことやめたと思ったら巨人が面白いことしだしたよ。この球団面白すぎるだろ。延長10回に6点取られるチーム。久しぶりに試合で爆笑してもうた。やっぱり野球って東海猛打のチームが一番おもろいわ。巨人、中日が面白いことしてない。せや。野球ファンを楽しませるためいっぱい得点していっぱい失点するプロ野球チームの鏡。